優柔たる水の精霊にして地を流れしせせらぎの王女よ、うちに秘めたる剛力にてあらゆるものを押し流せ、スプラッシュフロー。魔物か？いや、でもこの辺りには。あら？ルディ、もしかしてこの本口に出して読んじゃった？え、怖っ。なんだこの目は。もしかして魔術を使う子供は危険で、異端審問に送られるとかそんなだろうか。嫌だ！火炙りは嫌だ！ごめんなさい。しかしお前これは中級の。今すぐ魔術の教師を雇いましょう。いや、その前に文字もまだ教えて。将来はきっとすごい魔術師になるわよ。いや待て、男の子だったら剣士にするという約束だったろう。けどこの年で中級の魔術を使えるのよ。約束は約束だろ。何を約束って、あなたいつも破るじゃない。俺のことは今は関係ないだろうが。午前中は魔術、午後から剣術を学べばいいのでは。あなた、子供の前で喧嘩は良くないわ。そうだな。